森の伝説は、手塚治虫の未完のアニメーション映画。1987年12月18日に第1楽章と第4楽章が完成し、1988年2月13日に上映された。一部短編、モモンガのムサを踏襲している。未制作となっていた第2楽章と第3楽章のうち、第2楽章は、2014年8月21日に、 手塚治虫の息子の手塚真の手により制作、公開された。手塚の構想10年にわたるアニメ対策映画として制作された手塚版ファンタジアとでも言うべき内容の作品である。当初はディズニー以前のアニメ創世紀から現代テレビアニメに至るまでのアニメーションの歴史をパロディとして織り込んだ手塚アニメの集大成として作られるはずだった。 しかし、1988年に腹部の痛みで半蔵門病院に入院、後に胃がんと発覚し、制作は不可能となり、翌1989年に手塚が死去したことで遺作の一つとなった。これに伴い、作品は未完になると見られていたが、2000年に原点、ファンタジアがファンタジア2000として続編を発表したことがきっかけとなり、 2003年にアイマックスシアター用にリマスター版が再上映された。さらに、それを機に本作自体への再評価の動きが見られ、2008年に息子の手塚真が実製作部分の第2、第3楽章を制作することを発表している。2014年に第2楽章が完成する。完成まで6年かかったことについて、手塚真は試行錯誤を重ねる間に時間がかかり、 さらに、東日本大震災の影響で制作が中断していたためと語っている。2014年8月21日、第15回広島国際アニメーションフェスティバルにおいて、初公開、その後、9月5日から14日まで、横浜市西区港未来のブリリアショートショートシアターで開催された、森の伝説、第2学賞完成記念、手塚治虫アートアニメーション特集上映において、 上映された。手塚治虫の遺作アニメ、森の伝説、手塚信が、未完部分制作完結へ、未完の手塚アニメ、息子、手塚信が完成へ、自分がやるしかない。シネマトゥデー。2014年9月7日閲覧。ABC、森の伝説パートマイナス -1。TEZUKAOSAMU.net。2018年3月10日閲覧。 毎日映画コンクール第42回。毎日新聞社。2018年3月10日閲覧。無心棒2014年9月号特集1ついに、完成。森の伝説。第2楽章。手塚新インタビュー。tezuk.aosamu.net。2018年12月27日閲覧。まっかり有事森の伝説。 第2楽章完成記念横浜で手塚治虫の実験アニメーション特集アニメアニメ2018年12月27日閲覧森の伝説第2楽章文化庁メディア芸術祭歴代受賞作品2018年12月27日閲覧森の伝説第2楽章に関するカテゴリーありがとうございます